皆さんこんにちは、ヒロです。今日は皆さんと一緒に N5 でよく使われる動詞を100個一緒に練習していきましょう。最初に一度単語を読みます。その後2回文章を読みます。1度目はゆっくり、2回目は早く読んでいきます。僕の発音を真似をして練習していきましょう。それでは始めましょう。住む、田舎に住む、田舎に住む。起きる、朝早く起きる、朝早く起きる。片付ける、部屋をきれいに片付ける、部屋をきれいに片付ける。歩く、山道を歩く、山道を歩く。散歩する、公園を散歩する、公園を散歩する。休む、公園のベンチで休む、公園のベンチで休む。呼ぶ、タクシーを呼ぶ、タクシーを呼ぶ。降りる、車を降りる、車を降りる。着く、学校に着く、学校に着く。勉強する、大学で勉強する、大学で勉強する。習う、先生に習う、先生に習う。置く、ノートを机の上に置く、ノートを机の上に置く。メモを取る、忘れないようにメモを取る、忘れないようにメモを取る。聞く、わからないところを聞く、わからないところを聞く。読む、新聞を読む、新聞を読む。自習する、図書館で静かに自習する、図書館で静かに自習する。覚える、言葉を全部覚える、言葉を全部覚える。宿題をする、寝る前に宿題をする、寝る前に宿題をする。出す、宿題を出す、宿題を出す。欠席する、旧正月に全員欠席する、旧正月に全員欠席する。帰る、学校から帰る、学校から帰る。挨拶する、同僚に挨拶する、同僚に挨拶する。遅刻する、会社に遅刻する、会社に遅刻する。乗る、バスに乗る、バスに乗る。頑張る、一緒に頑張ろう、一緒に頑張ろう。働く、会社で働く、会社で働く。頼む、仕事を頼む、仕事を頼む。ある、テーブルの上にノートパソコンがある、テーブルの上にノートパソコンがある。
コピーする、資料をコピーする、資料をコピーする、相談する、みんなで一緒に相談する、みんなで一緒に相談する、考える、時間をかけて考える、時間をかけて考える、借りる、同僚に本を借りる、同僚に本を借りる、書く、レポートを書く、レポートを書く、始まる、大事な会議が始まる、大事な会議が始まる、終わる、会議が終わる、会議が終わる、叱る、部下を叱る、部下を叱る、疲れる、働いて疲れる、働いて疲れる、リラックスする、カフェでリラックスする、カフェでリラックスする、貼る、冷蔵庫にメモを貼る、冷蔵庫にメモを貼る、掃除する、部屋をきれいに掃除する、部屋をきれいに掃除する、買い物する、スーパーで買い物する、スーパーで買い物する、違う、色も形も違う、色も形も違う、洗濯する、服を洗濯する、服を洗濯する、買う、服をたくさん買う、服をたくさん買う、待つ、友達を待つ、友達を待つ、集まる、高校の友達と集まる、高校の友達と集まる、話す、時間を忘れて話す、時間を忘れて話す、喋る、友達とたくさん喋る、友達とたくさん喋る、弾く、ギターを弾く、ギターを弾く、歌う、心を込めて歌う、心を込めて歌う、聞く、音楽を聞く、音楽を聞く、料理する、家で料理する、家で料理する、食べる、スイカを食べる、スイカを食べる、飲む、ジュースを飲む、ジュースを飲む、旅行する、一人で旅行する、一人で旅行する、登る、山に登る、山に登る、使う、電話を使う、電話を使う、電話する、恋人に電話する、恋人に電話する、あげる、恋人に花をあげる、恋人に花をあげる、節約する、お金を節約する、
お金を節約する、結婚する、愛する人と結婚する、愛する人と結婚する、喧嘩する、二人の夫婦が喧嘩している、二人の夫婦が喧嘩している、なくす、財布をなくす、財布をなくす、吸う、タバコを吸う、タバコを吸う、生まれる、子供が生まれる、子供が生まれる、笑う、赤ちゃんが笑う、赤ちゃんが笑う、泣く、赤ちゃんが大きな声で泣く、赤ちゃんが大きな声で泣く、教える、子供に勉強を教える、子供に勉強を教える、遊ぶ、子供が一人で遊ぶ、子供が一人で遊ぶ、吹く、シャボン玉を吹く、シャボン玉を吹く、抱きしめる、優しく抱きしめる、優しく抱きしめる、寝る、ぐっすりと寝る、ぐっすりと寝る、押す、車椅子を押す、車椅子を押す、困る、難しくて困る、難しくて困る、探す、お宝を探す、お宝を探す、見る、テレビを見る、テレビを見る、座る、ソファーに座る、ソファーに座る、開ける、窓を開ける、窓を開ける、閉める、ドアを閉める、ドアを閉める、買う、新しい車を買う、新しい車を買う、売る、わたあめを売る、わたあめを売る、泳ぐ、プールで泳ぐ、プールで泳ぐ、撮る、妹の写真を撮る、妹の写真を撮る、切る、髪の毛を切る、髪の毛を切る、走る、犬が庭を走る、犬が庭を走る、立つ、ベランダに立つ、ベランダに立つ、脱ぐ、家に入る前に靴を脱ぐ、家に入る前に靴を脱ぐ、靴を履く、お気に入りの靴を履く、お気に入りの靴を履く、つける、時計を身につける、時計を身につける、かける、メガネをかける、メガネをかける。
かぶる、帽子をかぶる、帽子をかぶる。入る、お風呂に入る、お風呂に入る。浴びる、食事の前に浴びる、食事の前に浴びる。磨く、毎朝歯を磨く、毎朝歯を磨く。洗う、手をしっかりと洗う、手をしっかりと洗う。見る、アルバムを見る、アルバムを見る。入れる、コーヒーにミルクを入れる、コーヒーにミルクを入れる。飛ぶ、鳥が空を飛ぶ、鳥が空を飛ぶ。鳴く、毎朝鳥が鳴く、毎朝鳥が鳴く。咲く、桜の花が咲く、桜の花が咲く。今日は N5 でよく使われる100個の動詞を紹介しました。皆さんはこの動画を見て発音や使い方を練習してください。今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。